レザー QT はすでに開発が終了したパーソナルコンピュータ用のフリーソフトウェアなデスクトップ環境である。レザー QT は同様の別プロジェクトであるルクストに統合された。レザー QT の開発者はレザー QT について QT4 ベースの先進的で使いやすく高速なデスクトップ環境で QT5 へは移植しない。レザー QT はシンプルさ。 速度、直感的インターフェースを評価するユーザーに合わせている。ほとんどのデスクトップ環境とは違い、レザー QT は低スペックのマシンでもよく動くと語っていた。レザー QT は開発終了時点でもまだ初期の開発段階であり、2012年4月時点でパネルビューアー、スイッチャー、デスクトップ、アプリケーションランチャー、設定センター、セッションがあった。 これらのコンポーネントはユーザーによって利用可能、不可能に設定できる。レザーキュー QT はオープンボックス、FVWM にクイーンのようにあらゆる近代的な X ウィンドウマネージャーと共に動作する。レザーキュー QT のメモリ消費量はルクストのそれをわずかに上回る。デビュアーのテストでレザーキュー QT は百十四メガバイトのメモリを消費し、ユーザーのテストでルクストは百八メガバイトのメモリを 消費した。ルクスト開発者のコーツトムサトルが2013年初期にキューティーへピークマンファイルマネージャーを移植した後、彼とその賛同者はレザーキューティーと似たソフトウェア設計目標を持つ別のオープンソースデスクトップ環境であるルクストとの潜在的コラボレーションについて議論した。2013年7月21日、レザーキューティープロジェクトの代表が レザー QT をルクスとの QT 移植である LXQT と統合することをアナウンスした。新しい製品である LXQTV0.7 例の最初のリリースは2014年5月7日に公開された。ありがとうございます。